ただいま帰ってきました。喫茶店行ったのと、まあうちと外国の喫茶店ばっかり行かないからね、実はコーヒーチケットでジュリー買うてもらったらそこばっかりだけどね。さてさて、今ちょうどコーヒーチケットもなくなってますので、さて、あとお魚も買ってきたよ。お魚ちょっと金魚魚やったりとかちゃうね食べる魚、あの食用として買ってきました。あのもう死んでる、死んだ後でそれでな、あの昔ね、変な人がおって、その人はね、あの肉食動物見て、まあ、猫とか言ってもそうなんですけど、普通ライオンとかトラとか言うのやな、まあ、肉食動物が生態系の頂点におるって気がついて、あれ人間じゃないやんけ、生態系の頂点まずいなと思って、まあな、人間雑食やからな、でなんとかしなければこのままでライオンやトラはともかく猫とか犬にも負けてしまうって焦って、猫と犬の肉食うてんて。だけど人間って雑食やし、その生態系の一番中央におんねんね、人間って。で上目指したらキリないやん、さ、そのワシとかタカとか、投げ出したトンビとかな、ハヤブサ類な。で、カラスも肉食動物を肉食いよんで、それとハゲタカもな、コンドル。ナシタカ類は猫の子猫なんかプーンって食べて捕まえて、ナスに持っていけるやん。で、ヒナに食べさせようなんで、うちの猫たちも気ぃつけやれてるけどな、この辺はナシタカ類があるからな。まあ、まあ、トンビからやってたやと思って考えたらな。まあ、どういうのが分布してるかって、まあ、その地方の人に聞いたら、期間分からへんし。で、まあ、なんかでも、トンビちゃうかって、その地方の人は言ってたけどな。で、なんか、パッと見分からへんもん。で、その、まあ、人間はとにかく、生態系の中央にいるもん。そういうのと、死んだ場所を管理できへんでしょ。ありとあらゆる、食生活の生き物の気持ちをね、まんべんなく分からなあかんねんから、人間は。上行きゃええやん、ちょっと猿の発想やろ、多分木の上登るみたいな。しかも猿って草食動物やねんで、ほんでまあ草食、要するにあの猿いないでしょうね、その、しかも草食動物が憑依した人間が猿になったんかな、まあ草食性の霊長類になってんやろな。まあ普通その一般的な日本猿っていうのは多分一番スズメ稲荷がきつすぎて、要するに穀物食が過ぎて、ほんで退化したのが猿っていうふうに、うちはプレアデスバルで習ったけどね、要するにスバルで習ったけどね、要するにプレアデスカウンターで習ったけどね、まあ、そういう意見の死んだとしか行かないんだよね。で、そう、光る星には死なないといかないんだよ。当たり前だよね。焼け死ぬってまで近づいたら。まあ死んでるねんけど、死なないと光る星には行かないんだよ、当たり前だよ。死んだら光る星に行けんねん。だって死んで、まあ、死んで最後次に光になっちゃうやんか、分解が進んで。まあ仮想だったら一気に分解進むけどね。で、光になっても戻るわけ。仮想になったからって、まあ残るけどね、光になったらどうかもね、自分も。まあまあ、それを言うとこうや。うちは仮想にされたらあかんわけ、ね。まあ、地球そのものから光に簡単になったらあかんわけね。まあ、それはうちの特別な事情です。で、神道はね、あの仮想じゃなくて、塗装やからね。神道は塗装なんです。まあ、仏教だけは仮想家の有名な中でもね。仮想って昔、罰やったんですよ。星になってしまったら。火炙りっていうのは仮想でしょ、いわゆる。あれ、罰やったんですよ、昔。光になる。普通の罰だったんですね。地球から去れって意味だったんですよ、実は。元はね。さて、結局その、死んだ場所の管理者、生態系の中央におらんとね、一番真ん中におらんとね、システムも作られんし、で、みんなの気持ちが分かるシナリオ、みんなが、ああ、なるほど、ああ、分かる分かるとか、ああ、気持ち分かってくれたら話やなっちゃうシナリオ書かれへんね。特定の人たちの気持ちしか理解できへんから。上目指してもね、横目指しても下目指してもね。でしょ？だから、まあそういう、生態系の頂点立たなきゃ終わっちゃうねとかね、そのシステムよう作らへん。それどころかシナリオも作られへんな。バランス取れたシナリオは作れないってこと。その肉食動物みたいな生き方しかできへん。で、もう肉食動物に食われんねん、中身。なんだけど本来人間って肉食専用じゃないから。雑食やから肉食動物を食べてもその霊に餌食にされるわけね。内部が。で、そいつ、じゃあ、飽き足らず他のも食われへんかなって、生きようね。それが、吸血鬼やねん、実は。吸血鬼の正体で、それやねん、実はね。だから、肉食動物が悪いんちゃうんで、肉食動物を食うた人間しか吸血鬼にならへん。
怖いよ。だから食うな言ってんの。な。ほんで、あとその、システム作らへんやつらやから、だから肉食動物作った人たちはな。ストーリーも作らない人たちやから、有効なストーリーやな。まあ、有効的なストーリーは、まあ、作られへんよな。ほんで、まあ、その喧嘩の駆け引きなんだけど、も完全に肉食動物やねんな。見切ったぞとかな。お前の裏を取ったとかな。ていうか、それ見切ってると思ってるだろうとか、裏を取ったつもりの夫婦とか、そればっかりやね、喧嘩の仕方。まあ、私たち雑食、バランスいい雑食しかそんな見抜かれへんけどな。草食動物の喧嘩の仕方もうち見抜いてるやろ。見るためだって、あとチキンの喧嘩の仕方も見抜いてるやろ。な、また、まあ、草食動物の喧嘩の仕方また教えてあげるけど、まあ、端的に言えば、そこまで言うのろ、お前な。そこまで言われんとあかんねんで、そこまで言われたら、もういっそこうだったらって、犯罪まで一直線よね。それが草食動物以外の喧嘩の仕方。でまあ、とにかくシステム作られへんけど、そのシステム作ったやつのとこに、とか、ストーリー作ってるらしいやつとかね、はい、焦ってやってきよんね。周辺動物以外には、特に肉食動物以外に違う。その肉食動物すら食ったやつもで、そのシステムの中で頂点立たなあかんもって慌ててきやんね。で、そのストーリーの中で一番強い素敵な王にならなんかできやんのかもしれないけど、王って感じは上に天ないけど、まあ、それでとして殺到してきました、殺到して先それ取ったやろ。